皆さんこんにちは、西麻布バーアンバーの小川京香です。本日のテーマはオンライン飲み会で自慢したくなってしまう本気ジントニックの作り方。私たちプロのバーテンダーが実際にジントニックを作るときに行っている3つのテクニックを共有していけたらなと思います。それでは早速材料の紹介に移っていきましょう。こちらです。ジンはサイレントプールジン、青いボトルですごく華やかで綺麗なんですが、蜂蜜だったりお花のエッセンスがたくさん入った華やかなジンです。一日のどの時間にも飲んでも気分をリフレッシュさせてくれるので、ジントニックにはとても最適なジンです。2つ目の材料、ライムです。あらかじめ絞ってライムジュースにしたものを使っていきます。中にライムの種が入っているとえぐみが出てしまうので、しっかり種を除くようにしてください。3つ目の材料はオレンジです。カットしてくし切りにしたものを1つ、オレンジのピールを切ったものを2枚用意ください。ジントニックには欠かせないトニックウォーター、フィーバーツリーのメディタレニアントニックを使います。これは地中海のハーブ、レモンやタイムなどが入ったとても香りのいいトニックウォーターです。なのでベースのサイレントプールジンにはとても相性が抜群です。最後に大きいサイレントプールのグラスを使っていきます。自宅で使う時にはワイングラスで代用するのも可能なので、ぜひ試してみてください。ジントニックを作っていきたいと思います。プロのバーテンダーのテクニック、その1、氷を用意してください。グラスをしっかり冷やします。グラスの4分の3程度まで氷を入れてあげてください。このように素早くかき混ぜてグラス自体を冷やしてあげます。これをグラスチルドというのですが、出来上がったカクテルがぬるくなりにくく、最後の最後まで美味しくいただけるジントニックが完成します。グラスを軽く触って冷たくなっていたら大丈夫です。そこに水が溜まっているのでしっかり切って水っぽくならないようにします。サイレントプールジン 40ml を注いでいきます。ライムジュースを入れます。 10ml、 酸味をカクテルのアクセントとしてつけていきます。くし切りに切っておいたオレンジをグラスの上から優しく絞ってそのまま入れてあげます。ここまで材料を入れたら、ベースのお酒を氷と一緒にしっかり冷やしてあげましょう。プロのバーテンダーのテクニック、その2、トニックウォーターを優しくだいたいグラスの半分まで注いでいきます。5回から10回優しくステアしてあげましょう。ジンとトニックウォーターがしっかり一体化して、時間が経っても味の崩れないジントニックができます。残りのトニックウォーターをグラスのだいたい8分目くらいまで満たしてあげましょう。このように 1,2 回優しくかき混ぜて、最後の仕上げにプロのバーテンダーのテクニック、その3、オレンジの皮を使ってグラスの口元に向かって香り付けをしていきます。一口目に飲んだカクテルの味がより華やかになるのでとてもおすすめです。パーフェクトジントニック、本気ジントニックが完成いたしました。パーフェクトジントニックに合うおつまみ、スモークサーモンのマリネです。スモークサーモンと、あとは自家製のドレッシングで使っている特製のおつまみです。実はこちらのドレッシングはサイレントプールジンベースに使っています。オリーブオイルだったりレモン、ただ家に残っているマーマレードやジャムで簡単にできるので、皆さんもぜひ試してみてください。パーフェクトなリモート飲み会で